ソラリンチャンネル。チャンネル登録してね。パパです。ソラです。今日はね、水路に来てます。はい。今日は佐賀の水路で、パパがガサガサするので、ね、タラゴとかエビとかいっぱい取りましょう。はい。では頑張るぞ。ソラが観察する。うん。佐賀はね、上から。どんな魚がね、取れたかね、見てください。はい。では、頑張るぞ。はい、やいや。危ないよ。どうする？向こうにあげる。だけ？何も取れんかった。こうだけや。うん。よし、そらくん見てみよう。いるかな。大きい。じゃあ入れとくかにしたら、エビはどうする？エビは逃がしてあげようか。え、大きいエビは逃がさんで。じゃあ入れとくで。魚が取れたね。どんぐらいか。うん。うん。うん。シャツで見ようね。そらくん、ほら、カンナの花だよ。そうよ。え、黄色。どれ？黄色。これね、名前忘れたけど、アメリカの植物よ。見てみようか。お、でかいエビ。でかい。絶対カタヤシと思う。え、エビもあるよ、ここ。本当だ。ここは？サラも取りたい。いいよ、取って。優しく入れてあげてよ。エビ、あとはエビ？エビや。エビも入れてあげとこうか。なんで？後で逃がすけ。
これあれだ、ネギの仲間がね、伸びる。この花色は、うん、見て、匂って、何の匂い？ネギ？うん、ネギ。これの根っこがね、食べれるんだ。じゃあね、お家持って帰ったらいいけどね。もう食べんけど、やめとこ。うん、美味しいんだけどね。うん、しこ。で、見て後ろ、うん、ほんとだ、綺麗ね。え、あのピンクはない。ピンクもあるね。はい、今日はこれだけの生き物を見つけました。うわぁ、これってさ、ちょっと横から見てみよう。いくよ。エビに小魚、小魚がいっぱいあるね。でかいやつはどれ？一番でかいやつ。でかいやつ。でかいエビ。ん？でかいエビはどこ？でかいエビ？うん、これがね、なんだろう、ブルーギルじゃないかな、違うかな。どれ？これが大きいね、このエビさん。どこだ？いた、君だ。ここにおるよ。うん、大卵ね、捕まえたんだけどね、今日卵はダメやったね。はい、じゃあスラック逃がしてあげてください。うん、大タナゴはね、また次回釣りに来よう。あら、逃がしてあげないのかね。はい、バイバイ。よし、オッケー、スラ入れとって。よし、行こう。よいしょ。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録して